その日はずいぶんと平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオから何話しかなかれたすまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わります。どうぞ。他の国の大統領が泣きながら話をするまでは。素晴らしいと手を疑うな。そこから見る街の風景。